新千年民主党は、近代中政権時代の韓国における政党である。近代中が相当した平和民主党の潮流を受け継ぐ自由主義政党である。略称は民主党。近代中政権与党の新政治国民会議を改編する形で2000年1月20日に結成された。当初は国民会議と同じ与党である自由民主連合との合同による、 新党結成を模索していたが、責任内閣制導入の是非をめぐって対立したことで実現せず、国民会議単独での新党結成となった。結成直後の4月に行われた総選挙において議席は増やしたものの、第一党の座を半奈良党から取り返すことはできず、厳しい政権運営を余儀なくされた。2002年の大統領選挙が近づくと、 初の国民参加型の大統領候補者予備選挙で、ロブゲンが大統領候補に指名された。大統領選挙前に国民統合21の低矛盾と一本化し、投票日直前に低矛盾が指示を撤回したものの、20から30代の若者がインターネットで投票の呼びかけをしたことが回予想し、ロブゲンが大統領に当選した。しかし、 当選直後からロブゲン大統領に近いグループと近代中前大統領に近いグループが対立し2003年9月にロブゲン大統領に近い議員が離党国民参与統合新党を結成ロブゲン大統領をも離党し民主党は野党に転じることになったその後統合新党は半ナラ党離党者や改革国民政党と 開かれた売り党を2003年11月に結成した。2004年3月のロブゲン大統領弾劾では、長春省代表が積極的に弾劾を進め、ンナラ党と協力して弾劾訴追案を可決成立に導いた。しかし、国民の厳しい批判を買い支持率が急落、直後に行われた総選挙では、地盤の全羅道でも売り党に支持を奪われ、 新興左翼政党の民主労働党をもすら下回る、旧議席と惨敗、長春省代表や劉博市大院内代表、秋宮井選挙対策委員長など、党の有力幹部が相次ぎ落選し、軍省政党に転落した。その後2005年5月に党名を民主党に変更した。民主党第16代は地域区における得票率。ありがとうございます。